これですよ、これ。これ何かっていうと、ツイッターでは画像も上げたし、秋葉原に行ったよっていうことをお伝えしたんですけど、フルコンプさんに寄らさせていただきました。そこでくじが売ってたんです。5500円のくじが。これね、5500円のくじ、税込み5500円。フルコンプさんって税抜き価格ですよね、カードは。でもこれは税込みだった。この5500円のくじ開けていきます。あのね、中が、店の中が撮影禁止だったんで、当たり枠をね、写真撮れなかったんですよ。ただね、なんかね、いろんなセットだった。例えばバルデラマと何かと何かとか、何かと何かと何かとかだったんで、多分複数枚良さカードが入っていて、まあ元取れたら俺の勝ちだと、トントンぐらいだったら、まあ、フルコンプさんが買取価格との差額分儲けさせていただきましたっていうようなくじだと思う。開けていきます。1個しか買ってないから残りね3つぐらいだったかな。だから動画公開してる頃には売り切れてるかもしれん。怖いですよこれ。もう一発で勝負決まっちゃう感じあるか。あ、なんか白カード見えたけど今。なになに、短い短い動画になっちゃうなこれ。いきますよ。当たり枠のね、写真をねゲットできればよかったんですけど、ネットサーフィンしても見つからなかったんで。なんでもないやん。なんでもないやん。待って、裏は、なんでもないやん。間挟まってんのか。何枚あるカード。1、5枚ぐらいある。5枚ぐらいある。5枚ぐらいあるってことは、間に挟まってんのが、良さカードですよと。何にも入ってないってことは多分ないと思う。おそらく何かしらは入ってます。そのまあマイナスになるかトントンになるか勝ちになるのか分かりませんが、多分そうだった気がする。確か。緊張する。5500円ですからね、一発で。いきますよ。1枚めくります。うだうだ言っててもしょうがないからいきますよ。あと何枚ある。あと2枚、3枚、これ含めてあと3枚。どういうこと ?1 枚だけじゃ、1枚だけパターンってこと ?3、2、1、ドン!わーわーわー、あずりばっちょー。マジ勝ちやん。完全に勝ちやん。買ってみるもんですね。多分ね、20口ぐらいあったやつなんですよ。で、残り3つだったので、店員さんにこれください、1つくださいって言って選べんのかなと思った。店員さんがその3個ポンポンポンって並んでるやつの真ん中をスッて勝手に取っちゃったんで、まあまあまあいいかと思っていたんですけど、店員さんありがとうございます。これはおかしいと思ったもん。これね、この4枚ですから、こんなオリンピアゴスのカード4枚の間に挟ませたらいいカードなんじゃねえかって途中で思った。これはまたちょっと行こう、秋葉原のフルコンプさん。ちょっと買うのビビってためらってどうしようかなって迷ったんですけど、買ってみるもんですね。これは僕アズリバッチョ手にしたことないです。初めて手にしました。嬉しすぎる。やば。いや、傷とかも欠けとかもないし、最高です。これは嬉しい。勝ちました。そしてね、ちょっと宣伝っていうか告知になっちゃうんですけど、ツイッターで言ったように、トレカコムさんでも2000円のくじを3つ買ったりとか、あとストロングバイさんのくじを買ったりしてるんで、今後ともねくじ動画ぜひ楽しみにしていただけるとありがたいです。オリンピアコスが出てきたら熱い。わかんないよ、俺が勝手に思ってるだけです。司法来ました。嬉しい。涙出ちゃう。さよなら。